今回はですね、袖ヶ浦フォレストサーキット、ここにですね、枠時サーキット走ろうハイブリッドチャレンジに来ました。僕はお客さんのことを思って話がしやすいジップエルなんですが、はい、大島くんのそのヘルメットはやる気がないと見えるんですか？そんなことないですよ。やっぱりジェットヘルだと顔がちょっとキュッとなるじゃないですか。そういう顔を見せたくないなっていう。だからですね、はい、コミュニケーションよりも自分のルックスを取るというね、まあ、とにかくね、この結果はサーキットで決着をつけましょう、はいはい、今回僕のパートナーは三沢くんです。よろしくお願いします。お願いします。意気込みは？ですね、はい、まあ緊張してるんですけども精一杯やりたいと思います。まあ、ちなみにですね、僕の結果は三沢くんのナビゲートこれにかかってますから、大いに期待してるんで力を貸してください。はい、頑張ります。はい、じゃあ頑張っちゃいましょう。いいんじゃない27。はい、はい、今回ハイブリッドチャレンジで僕のナビゲーターを務めてくれるレイナちゃんです。女の子です。ちょっとドキドキしてますけどはい、頑張りましょうね、はい、片岡さんには絶対負けたくないので、僕ら2人とも軽いですから絶対負けないと思いますよ一言いいですか？はい、精一杯サポートできるように頑張りたいと思います。頑張ります。はい、スタートでーす。やばい、負けた。ダメだ。10分ぴったり。ハイブリッドチャレンジ終了しました。はい。まあじゃあ早速ですけどね。はい。結果を見てみますか。出しちゃいますか。はい、出しましょう。はい。はい、じゃあ結果は僕はですね 28.5。 おお、はい、これに対して、はい、 24.9。 あ、まあ初めてにしては頑張ったけど、はい、まあでもちょっと、あ、違うねこれね。まあ一応ね、対決ということでやってるわけですから、負けた方にはねやはり何かちょっとこうペナルティ的なものが必要じゃないかと思って考えました。まさか？じゃん。やはりね、サーキット走った後車は汚れてますから。はい、見てください。あら、汚れてますね。汚れてますね。ですから、はい、ドライバー、ナビゲーター2人で仲良くですね。2人で仲良く、はい、1枚の雑巾で掃除してくださいじゃあこっちの端使っていい？掃除しましょうか。しっかり拭くんだよ。片岡さん、こんなに汚しちゃダメですよ。負けたんでしょうがないですね。ただ次は絶対勝ちます。